ちっちゃい頃からその全国大会で優勝することとオリンピックに世界大会とかに出て優勝することが目標だったんで、すごい今回東京でやるのに出れないのは悔しいけど、普通の4歳児じゃないなっていうか集中力がすごくて、こう話をしていてもその幼児に話してるっていう感じではなくて、なんかこっちの言うことを読み取って伝えられないところまで読み取ってくれるような子だったので、とてもその集中力もすごく、大人顔負けの練習量でも何でもどんどんこなしていって非常に努力家で。